2023年9月23日、川越市西文化会館で映像公開ライブラリー出張上映会江戸の母川越と太田道館が開催されました。第1部ではスキップシティ映像公開ライブラリーに収蔵されている映像作品の中から太田道館と川越市に関する映像2本を上映。第2部では太田道館18代目子孫である太田助明氏を講師にお迎えし、江戸と川越の関係から道館の和歌や人物像など幅広くお話しいただきました。早速ですけども、太田道館ですね、太田道館というのはどんな顔したか全く分かりません。先ほど来画面にいろんな絵が出ておりましたけど、あれはほとんどなんていうか、太田道館の子孫のなんていうか偉くなった人が自分に似せて描いてるんですね。ですからあまり信用できません。一番信用できるのは、私はこの赤羽の上昇寺っていうところにある木像です。これが道館が死んでから100年ぐらい経ってからですかね、作られた一番近い時代の木像ですから、まあこれが一番信用できるかなというふうに思っております。曹洞宗の発祖を持っております。で、これは上昇寺の木像のレプリカを川越の博物館が作っておりまして、それの写真でございます。で、川越の位置をですね、ちょっと最初にお話ししておきたいと思うんですけども、中世ですね。で、ここは鎌倉街道が走っておりまして、東山道武蔵道のほぼ中央にあるということで、非常に重要な場所です、川越は。で、川越って言っても三好野っていう言葉が書類上一番最初に出てきたのは伊勢物語でございます。で、伊勢物語っていうのは900年の中頃できたんでしょうか、作者が分かりません。で、ある男が東下り関東に下校したと。で、その物語ですけども、まあ、一説によりますと、そのモデルは有原の成平だと言われております。有原の成平っていうのは平城天皇という天皇のお孫さんで、大変な美男子で、でプレイボーイです。で、それが892年に関東に下校したことは史実でございますので、それをモデルに伊勢物語が書いてあると、こういうことで、そこに初めて三好野という言葉が出てくるわけです。これを地図でお示ししますと、これが東京の府中ですね、武蔵の国府がここにあったと。武蔵といっても、昔は東京都と埼玉県両方合わせたのを武蔵と言いますから、大変広いです。で、武蔵道を上がっていきますと、突き当たりが右側に行くと栃木県の足利、で左に行くと群馬の前橋と、こうなるわけです。で、この武蔵道の真ん中辺にあるのが川越ですね、三好野です。で、この上戸の本拠地 で川越市の館跡というのが上楽寺、これは寺宗ですね、一辺上人が作ったお寺でございまして、大変立派なお寺であります。まあ、ここら辺が川越市 の本拠地だっただろうと。で、ごく簡単に道館の頃の時代背景をお話しします。道家の頃の将軍は足利義政、銀閣寺で有名ですね。それから鎌倉公方は足利政友、これは足利義政の腹違いのお兄さんです。当時鎌倉が火の海になって灰になっておりましたので、この足利政友は鎌倉に来ることができずに、堀越、今の伊豆の韮山というところに政権を開きます。しかしこれは弱体な政権です。それからあと古賀久保ですね、足利重氏、これはもともと1388年に足利尊氏が室町幕府を開きます。足利尊氏というのは栃木の足利の出身の人ですから、関東のことをよく知ってるわけです。しかもそれまでは鎌倉時代でしたから、鎌倉が大事だということで室町に幕府を開いたけども、鎌倉に一つ拠点を置こうということで関東公方と称して、
一番末っ子の足利元口っていうのを鎌倉に下校させます。それが関東公方。それからだん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 年が降るに従って100年も経てばですね、鎌倉と京都が喧嘩を始めます。でも鎌倉は京都何するものぞと言って年号なんかも別の年号を使うんですね。それで京都は面白くないということで幕府軍を鎌倉に入れて関東公方を潰してしまいます。それで足利重氏っていうのが茨城の古河に逃げて政権を作ります。で残ったのが関東管領です。で公方っていうのはまあ大統領みたいなもんで、管領っていうのが首相みたいなもんで、実務を全部管領がやります。で関東管領は山内上杉家が担っておりまして、上杉秋貞、それからその火災、火災っていうのは家老よりもずっと力がある役職で、もし戦があれば総大将になる役職ですね。それが長尾家が担っておりまして、長尾景春という人が反乱を起こすと。それから相模の守護。これは相模の守護っていうのは、まあ、今まではあの神奈川県知事みたいなもんですね。それのが大木屋上杉家が担っておりまして、上杉貞政。で、その火災が大竹やっておりまして、大田道館と。で、上杉貞政が、大田道館が関東一円で三十数度戦って一度も負けたことのない超有名人になってしまうわけです。で、面白くないということで妬んで、この貞政が道館を殺してしまうと、こういうことになります。この山内とか扇ヶ内っていう名前は、これは今でも鎌倉にある地名です。それからその後の、まあ、山内とそれから扇ヶ内の流れでございますけども、この山内上杉秋貞が道館の頃の慣例です。でそこを長尾家が治めてまして、長尾景中景信というのが、まあ、大変な名君です。で次は長尾景春が後を継ぐだろうということでみんなそう思ってたんです。景春っていうのも大変優秀な男です。ところがこの秋貞っていうのは大変まあ疑い深い人で、景春が後継いだらちょっと長尾家が力を持ちすぎだということで、ちょっと弱い景信の弟の忠景、お前が後を継げということで、忠景が後を継ぐんですね、家督を。それで面白くないのが景春で、景春が反旗を翻します。でこの人は徹底的にこの秋貞を狙ってですね、生涯秋貞を追い続けます。これは下克上の始まりで、北条早雲が大変尊敬した人物です。それから一方、大岩悦はですね、上杉持友という、これは非常に有名な立派な人が抑えてました。その後、貞政が道館の頃の上司、道館よりも一回り、若いです。で、大竹は、助清道心、助永道館とこう来るわけです。で、大竹の後はですね、道館の後に、助康という、これ若い、非常に若かったんですけども、これが江戸城の中にいたんですけども、やっぱり親父を殺したこの貞政は許せないっていうんで、自分はこの山内家に移るんです。それから代々ずっと移るんですけども、それを江戸系の大竹って言います。それから一方、岩槻にですね、助家っていうのがいて、おそらくこれ道館がこの助家に養子として迎えて、そこに家督を譲ってたんじゃないかと思います。でどうも大竹のいろんな資料とかですね、道具ですね、そういうものが岩槻からばっかり出てくるんですね。江戸家から出てこないんです。それから学者なんかも大体大竹は岩槻に移ったんじゃないかと、こういうふうに言っております。まあ、私もそうかなと思いますけども、私は江戸家で、江戸家がまた2つに分かれて、掛川家と水戸家になるんですけども、私のは水戸家の方です。ここに赤で栄松院って書いておきました。この助綱 の妹ですけども、この女性が大竹を再興したんです。どん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 衰えてきたんですけども、この栄松院っていうのは徳川家康の最後の側室です。側室というのは主が死んだら神を下ろしますから。で栄松院という名前になって、三代将軍家光から鎌倉の源氏山っていう山を全部もらいましてですね、そこに栄松寺っていう尼寺を築きます。今でもあります。お勝と徳川家康の間には子供も生まれたんですけども、ちっちゃくして死んじゃったもんですから、お万の方が産んだ第11子の頼房の養母になるということで養母になるんですね。で頼房が水戸徳川の初代になるわけです。水戸黄門のお父さんですね。
ヨリフサのお母さんになって、それがあのヨリフサがちっちゃかったもんですから、大竹から人をつけて家老として出して水戸に行ったと、まあ、その名残が私みたいなもん。18代になります。18代っていうとですね、もうおそらく道館の子孫は200万人ぐらいいるんじゃないかと思いますね。もうで江戸と川越の関係をちょっとあの述べてみますと、とにかく川越は交通の要衝であり、古学坊に対する武蔵における司令塔の地位です。非常にここからあの大事な場所ですから、いろんな指示を出していたと。それから江戸は長い間江戸氏が治めていましたが、道館築城の頃はもうあの力も衰えてですね、今の世田谷の北見というところにあの場所を移していたと言われております。それから川越からお父さんの道心が支援しました。道館は24歳か25歳で若かったもんですから、まずそんなに力もないもんですから、川越から技術者や妊婦をあの送って支援して、それから神社仏閣を勧請したと。で、物理的精神的に川越からあの江戸にあの援助していると。この神社仏閣っていうのは、昔はあの軍事と神事っていうのは密接に絡みついてますから、これはものすごく大事なんですね。昔の軍隊なんていうのは神様の占いであの動いてるというようなこともあるぐらいですから、ものすごくあの神様を大事にします、昔の人は。そこでまあ川越からこの江戸に持ってきたと、こういうことでありまして、したがって私は江戸の母川越と言ってもいいんじゃないかと。で、今度川越城の話ですけども、川越城の道館の頃の絵というのは何もございません。したがってこれはあの江戸時代 の川越城ですね。とにかく川越というのはあの大変な有能なあの城主が出てますんで、柳沢義安だとか松平信綱とか、そういうのがどん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 川越城を大きくするんですね。で、同心道館が作ったあの川越城というのはちっちゃなもんで、おそらく本丸とこの二の丸ぐらいのところじゃないかと。で、この後ろにあの三好神社がございます。三好天神を祀って、それをバックにしてあの城を作ったと。まあ、当時 の戦国時代の戦いっていうのはまだあの鉄砲が伝来されている前ですから、あのここ の上戸ではあの平地で戦にするのはあの難しいということで、この高台に城を作るんですね。みんな似てます、江戸城も。で、この今もあのこの三好神社行ってごらんのと、後ろの方がこう低くなってますね。そこにあの城を作ったと、こういうことであります。で、江戸城のことをちょっとお話ししますと、先ほどの上杉持友っていう人があの川越にいて、で、これはあの古賀に対する対抗の城を作らなくちゃいけないということで、あちこちで城を作れということを命令出すんです。で、同心同館親子には岩槻城とか川越城とか江戸城を作れと、こういう命令を出します。で、道館はあの江戸城を作るときですね、随分探すんです。赤羽、湯島、これは上野の方ですね。それから江戸、品川、夢見ヶ崎、それから馬込。夢見ヶ崎っていうのは川崎の幸い湖にある山でございまして、ここの大地であの城を作ろうとしたんですけども、鳥があの道館の兜を持ってってしまったということで、不吉だということでやめたんです。まあ、もし道館がここに城を作っていれば、後の徳川の城は川崎になったと思いますし、まあ、ひょっとしたら皇居は川崎になってたかも分かりませんけども、まあ、それはあのもしの話です。で、道館築城の時ですね、あの縄張りします。その時あの近くにいた百姓に、ここら辺の村の名前なんていう名前だと聞いたら、千代田村、宝田村、岩井田村だと、こういうふうにあの言われたと。おう、誠に吉兆な名前ばかりであると、この城の繁栄疑いなしと語ったと言われております。事実この城はですね、戦火によって一度も落城したことのない誠に運の強い城です。まあ、幕末 の無血開城なんかございますね。まあ、とにかくあの当時としては破格に大きな城でありました。今 の皇居東御苑ですね。で、当時 の地形はですね、東京はもう全く今と違いまして、分かりやすいように電車の線路を書いておきました。京浜東北線ですね。それから左右に総武線が走ってます。で、ここにあの江戸城があると。で、日比谷の入りがぐーっと深く入り込んでて、今のパレスホテルのあたりまでが海だったと、こういうふうに言われております。で、江戸時代に猛烈にあの大改造します。
とにかく江戸がもう100万人の都市になっちゃったものですから、どん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 埋め立てして、今でもまだ埋め立てやっておりますんで、全くあの昔の面影はありません。これ道灌の時代の想像図ですね。後ろの方が神田の山がずっと流れてきてて、あの日比谷の入江にあの落ちるところ、今の東御苑です。で右側に平川という川が流れてます。これはあの井の頭から流れてきた川です。でここにあの梅がたくさん植わってるんですけど、ここにあの平川天神を三好の天神から勘定して建てて梅をたくさん植えたと。梅っていうのは籠城した時の食料になりますんで非常に大事なんです。で梅林坂っていう地名が今でも残ってます。でこれはあの現在の皇居ですね。でどうかの名残は全くありませんけども、ただ一つですね、この皇居の中に道灌堀っていうのが走ってます。下道灌堀、中道灌堀、上道灌堀と。これであの大体地位があのお分かりだと思うんですけども、あの一つで頼んでですね、中に入れてもらいまして写真を撮ってきました。これはあの下道灌堀、大変きれいな場所です。これは中道灌堀ですね。これは上道灌堀。もうここに行きましたらもう都会の物音を一切しません。新山幽谷に入ったようなところで、で昭和天皇がですね、ここに一切手をつけるなとおっしゃったんで、ここにあの非常に古いあの昆虫だとか植物があるんだそうで、生物学者の推薦の的になっております。さて江戸時代に入ってですね、太田道灌は大変あの人気者です。とにかくあの上司のために猛烈に働きながら、バカな上司に殺されるっていう話が江戸市民大好きなんですね。方眼びいきですから。それでこの太田道灌夕広くっていう本がものすごく読まれまして、ベストセラーです。でここにいろんな話が書いてって、まあ主にその話が今伝わってるんじゃないかと思うんですけども、当時の道灌の人気、関連する神社仏閣は関東にたくさんございます。それから銅像が今では13個ございます。それから山吹の里がたくさん残っております。この下があの太田家の家紋ですね、桔梗紋です。で道灌の頃は花弁が細いんで細桔梗と言われております。桔梗紋を使った有名人は坂本龍馬、明智光秀、太田道灌と、みんなあの非業の死を遂げてますね。どうもあんまり縁起が良くないんで困っておるんですけども、で太田道灌で言えばこの山吹の話がもう有名なんで、まあ、あのご存知だと思いますけども、太田道灌はある時城から出てって狩りに行ったら途中で雨に降られたと。で近くの農家に行って蓑を貸してくれって言ったら、若い娘が出てきてこの八重山吹をこう差し出すだけで何にも言わなかったと。道灌は山吹じゃないんだと、蓑なんだと言っても何にも言わないもんだから、道灌は怒って帰っちゃった。でずむるれになって城に帰って、城の古老にですね、おい今日こんなことあったぞって言ったら、その古老がですね、殿あんたバカですねと、これ平安時代の有名な金明らの神王の歌で、七位やや花は咲けども山吹の美の一つだに泣きぞ悲しきという歌があるんですと。でこの美のと実がないっていうのをかけてるんですよと。それわからないあんたバカですねって言われて、どうかは美のがないほど貧しいから黙ってたのかと、これは俺が悪かったと。で道灌は一生懸命勉強して和歌の名人になったというのは、これはまあ江戸時代に作られたあの話だと思います。というのはあの1600年の初め頃、葛西というところにある話はですね、あの同じような話がございまして、もともとは雨に降られて、あの農家に道灌が蓑を貸してくれって言ったら、あのそこの農家の奥からですね、老婆が七夜や花は山咲けどもって歌うんですって。それで道灌ははい分かったって言って帰っちゃうんです。そういう話があって、それを1700年頃に岡山の湯浅定山という人が定山奇談という本にあの書いてるんです。こういうことが今につながって、それがあの戦前まで日本の教科書に載ってて、年配の方はよくご存知です、このお話を。それでたくさんの山吹の里がございまして、各地にございます。で、まあ、山吹の里で一番きれいなのは大御所ですね。今日も大御所の町長さん来ておられますけども、私は大御所のこの山吹が一番きれいだと思いますね。ここで道灌の頭の中をちょっとご紹介したいと思うんですけども、太田道灌の教養ですね。これは
小さい時から大変な天才と言われておりました。建長寺、それから足利学校でも学んだと言われてますけども、道灌は先人でも和歌を読み、詠奏を、詠奏というのは和歌の原稿です、京都の飛鳥井正親に送って添削を超えてます。飛鳥井正親というのは公家で当代随一の和歌の名人です。そこに原稿を送ってるんですね。この時代に通信教育をやってたというのはものすごいなと思うんですけども、でそれで勉強したと、こういうことです。で私が一番好きな歌は草枕結ぶ仮根のよいよいに宿こそ変われ月は変わらずと、この歌が一番好きなんですけども、毎日毎日戦争戦争で、明日首を取られるかわからないような時にですね、草枕で寝ながら和歌を読むというこの胆力ですね、これはやっぱり勉強しなくちゃいけないなと思って、私もいつもこの歌を思い出してやってるんですけども、まあ、昔の人の胆力の凄さ、これは学ぶ必要あると思います。それから道灌は万里周休という人を京都から招いてるんですね。これは梅花無尽蔵の作者です。で、万里周休という人は当代切手の漢詩人、漢詩ですね。で、雪舟の絵に山を入れてます。雪舟ってよくご存知の水墨画ですね。その絵の後ろに詩が書いてあります。それを山って言うんですね。そこの書くのがこの万里周休なんですね。超有名人です、これは。で、応仁の乱を逃れて道灌の招きで江戸城へ来てます。で、そこで鎌倉御山の高僧たち、有名人がみんな寄ってきてですね、交流するんですね。で、万里はですね、江戸城に来て驚くんです。江戸城に李白の親戚があったと。親戚っていうのは親筆、本当の書が、中国の李白の書があったということで、おい、こんなものは京都にもないぞと言って驚くんですね。それから中国の元の時代の元気の釈迦像の絵があったということで、これまたびっくりするんです。で、江戸城には蔵書が6000冊を見てまた驚いたわけです。で、まあ、ここで道灌の教養の深さっていうのは分かるんですけども、それから道灌の和歌でちょっとだけお話しますと、鎌倉大日記っていうんですか、そこに書いてあるんですけども、道灌は1465年に上洛して将軍足利義政に会った後に後土御門天皇に拝謁しております。で、天皇から武蔵野というのはどんなところだというふうに聞かれたんですって。で、道灌は天皇は歌がお好きですから歌でお答えしましょうということで、即座に道灌は歌を作ってですね、露ゆおかぬ肩もありきり夕立の空より広き武蔵野の原と答えてます。これは先ほどもありました通り、雨が降っても濡れないところがあるぐらい武蔵野は広いんだって、こう胸を張って答えてる姿が目に浮かびます。で、天皇がですね、では都鳥っていうのはどんな鳥だと。で、この都鳥っていうのは伊勢物語にですね、ある男たちが船に乗って隅田川を渡ろうとしたら、その船の周りに鳥がいっぱいいるんですって。で、その船頭にこの鳥は何ていう鳥だって聞いたら、都鳥と言うと。それでみんな一行はですね、都を思って泣いたと、こういう句があるんですね。で、有名な句で、何しようばいざこととあん都鳥、我が思う人はありやなしやと、こういう有名な歌がありまして、天皇はその都鳥っていうのをご存知で、この都鳥ってはどんな鳥だということを道灌に聞いたんです。そしたら道灌は、年ふれどまだ知らざりし都鳥、隅田河原に宿はあれどもと、こういうふうに答えています。とにかく道灌の歌ったら大変平明で分かりやすい歌が多いです。で、おお、そうかと、じゃあ汝はどんなとこ住んでおるんだと聞いたら、道灌は、我が伊織、我が伊織は松原続き海近く、富士の高根を軒場にぞ見ると、こういうふうに答えています。まあ、この歌通り海が江戸城のすぐ近くまで来てたというのはこれでお分かりになると思います。で、天皇は、おお、汝なかなかやるなと、じゃあ私も歌で返そうということで、天皇は、武蔵野は軽かやの実と思いしにかかる言葉の花や桜と、軽かやですね、かやとか足とかよしとか、そんなもんだとばっかりだと武蔵野は思ってたけども、このような言葉を聞いて花も咲く思いだと言われて、まあ、太田道灌の面目躍如であったと、こんな話でございます。これも後で作られた話じゃないかと思うんですけども、まあ、よくできてると思います。一番最後に
道灌上の最終文とやるのはありますでしょうか。これ全部漢詩で書いてあります。ひらがな一つもありません。それを、まあ、読み下し文で書いてあるんですけども、一応読んでいきます。で、太田道灌上というのはものすごく長いんです。たくさん手紙を出していて、おそらく上杉秋定の家老がですね、道灌が死んだ後、それを全部書き写して一つの長い手紙にしたんだというふうに思いますけども、それの一番最後にですね、こういうふうに書いてあります。道灌はですね、秋定に一両月ご近辺に思考いたし、受けたまわりおよび候ごとくば関東ご成立九度、これありがたく候かと。急に静かになったけども、これはありがとうじゃなくてありがたい、そういうことはありえませんよと言ってるんです。諸人の不運、諸人の不幸はこの時に候、第一極風人のこと整わず候と、しかる間上州あたりのこと毎時乱るる様に候と、卑怯、つまるところ断ずべきにあたり断ぜられざるゆえに候かと。もう道灌は秋定にですね、早く決めろ、ああいうふうに決めろとかいろいろ手紙出してるんですけども、全然上の人は決めないんですね。で、古来国家を鎮め大乱を治めることは人を得るに候と、個人曰く国に三不幸ありと、三不祥あり、賢人あるを知らず一不祥と、知って用いざる二不祥と、用いるも任ぜざるを三不祥と、用いても課長とか部長にしないのがいけないんだと。しからば、ただ特質は、大事なことは任ずると任ぜざるとにこれあるべく候かと、これらの趣行為をせしめたもうべく候、教教禁言と。高瀬民部の将尉殿、高瀬民部の将尉っていうのが秋定の家老ですね。この高瀬民部の将尉がこの道灌の手紙をたくさん預かってて、もったいないから全部書き写したんだろうというふうに思います。で、やっぱり上司としてですね、こんなもっともらしい手紙もらってですね、面白くないですよね、これ。で、結局、まあ、道灌というのはあんまりにも頭が切れて良すぎてですね、人の気持ちあんまり思わかなかった人で、ずけずけと物を言っちゃう人であったと。それが命を縮めたんじゃないかなというふうに私は思います。ご清聴どうもありがとうございました。スキップシティ映像公開ライブラリーは今後もさまざまなイベントを開催してまいります。皆様もぜひお越しください。チャンネルのご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッド評価もぜひよろしくお願いします。